これは働く車たち。じゃあ歌います。乗り物集まれ、いろんな車。みんなはどんな車が好きかな。俺が好きなのはよ、水道車、消防車、パトカー。そして最後の一番のお気に入り、ででスティーブン・マックイーン。違うよ。何言ってんの。スティーブン・マックイーンじゃなくてライトニング・マックイーンでしょ。宿題やんなさい。本当に忙しいんだからねえ。夏休みだっていうのにどっかに行きたいな。あれ、そういえばこんなことがあったんです。ちょうど1年前のことです。汚れてしまったトミカをジュタロウくんが洗っていると、そう、トミカが沖縄まで流れていっちゃったんです。いいこと思いついた。もしかしてこのトミカたち、あそこまで流れていくんじゃないかな。確か去年は洗ったんですよね、ハンドソープで。よし、これで完璧。トミカさん、トミカさん、お願いします。どうかハワイまで流れていってください。が流れていっちゃったの。どこ行っちゃったの。それがハワイに行っちゃったんだって。なんでハワイなの。いや、なんでハワイなのかわかんないけど、ハワイって言いながら流れていっちゃったの。大変、探しに行かなくちゃ。そうだよね、そうだよね、探しに行かなくちゃいけないよね。笑ってない。じー、笑ってないよ、ハワイだよね。どうやって行く。そうなんです、去年沖縄まで流れてきました。でもハワイはちょっと流れていくのには遠いから、ここは飛行機で行きましょう。レッツグーッタ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 ゴー。モータル君連れて行かないと。よしよしよし、行ってきた。ということでやってきました、福岡空港。トミカは多分もうハワイに着いてると思います。あー、楽しみ。行ってきます。いるかどうかがかなり心配です。そうなんです、ハワイはとっても楽しみなんですが、今回ジョー太郎くんは初めての長い飛行時間、ちゃんと飛行機の中で眠れるんでしょうか。なんかスタバでパンとお茶してますね。優雅だね。そして味噌菌。いよいよ飛行機に乗り込みます。今回はハワイアン航空で行ってきます。何年ぶりだろう。前に行くのね、実は初めてじゃないんだよね。そう、ジュタロウくんは実は小さい時に行ったことがあるんです。この時2歳のジュタロウくんです。ドクドクが止まらないドキドキ、ゾクゾク、楽しみ。はい、この4列かな。飛行機に乗りました。あのね、撮影してると結構おとなしいんですけど、あの結構すでにかなりぐずってます。ほら、シシシシシ、バタバタしながら出発です。飛び立ってすぐに機内食が出てきました。あら、ジョー太郎くん人参食べれるのね、えらい。間違えました。もう食べなさい。ジュタロウくんの機内食はロコモコです。食べれる。うまい。ジュタロウくんの方はチキンが入ってます。おいしそう。
食事が終わってもう寝てもいい頃なんですが、全然寝ません。ということでママにとっては過酷で長い飛行機でしたが、なんとかハワイに到着しました。到着しました。眠いんでしょう。朦朧として、あ、耳が詰まった。多分3時間寝てないね。2時間ぐらいしか寝てないと思う。眠たいですが、なんとか到着。この後レンタカーを借りに行きました。車を借りて今からホテルに向かいたいと思います。さあ、レンタカー借りました。結構大きいね。あ、やつ借りたね。ちょっとさ、忘れてない。何？あ、忘れてる。全然忘れてた。全然寝不足で全然忘れてたけど、確かに。はい、やりましょうか。アロハー。もう疲れすぎてさ、忘れてたけど到着しました。アロハー、アロハー。おかしなテンション。そうなんです、忘れてました。皆さんにもアロハ。アロハっていうのはハワイの挨拶だそうです。さて、レンタカーでホテルに向かっている途中、大変なものを見てしまいます。ということでクイズです。アロハ長太郎でちゅ、僕たちが見たのは次のうちのどれでしょう。1、火事を見た。2、空からパイナップルが降ってきた。3、牛が道路を歩いてた。正解は、今走ってたら火事があったような燃え方してます。これ火事だよね、多分ね。黒い煙がどんどん出てる。なんだろう。ねえ、見て、大丈夫かね。ちょっと高速からはこれが限界だけど、なんか今煙と一緒にあれも見えたね、あの火もちょっと見えました。ということで正解は火事でした。怪我した人がいないといいんですけどね。ちなみにハワイの消防自動車はこちらです。なんと黄色いんでちゅ。僕本物も見ちゃったんでちゅ。とっても大きくてかっこよかったでちゅ。そしてこちらは消防士さんたち。消防士さんたちの制服も黄色なんですね。おっと、おもちゃもありまちゅ。欲しい。アメリカ版トミカって感じかな。さあ、ホテルに到着しました。わー、すごい、到着しました。すごいね。ということでディズニーアウラニに到着しました。さあ、憧れのアウラニディズニーに初めてやってきました。プールも6つあって、ハワイにいながらディズニーを体験できる素敵なホテルなんです。長太郎くん、早速遊びに行って。あれ、もうダメでちゅ、僕眠いでちゅ。そうだよね、まだ1歳の長太郎くんが2時間しか寝てないのに起きていられるわけがありません。ということで、ついて早々私と丈太郎くんは部屋で寝てしまったのです。その間、寿太郎くんはプールに行ってました。で、寿太郎くんはプールに行ってきたんです。だけど疲れたのか今ちょっと寝てます。ただ食事をね、予約しているので今から起こしたいと思います。丈太郎くん、寿太郎くんを起こしてください。わかりました。やってみまちゅ。ニーニー起きて。あ、ところでニーニーはプールでトミカ見つけたんでちゅかね。寿太郎くんはパパと夢中で遊んでて、今日はトミカを見つけられなかったそうです。ラッキー。寿太郎くん起こしてよ。寿太郎くんを。ニーニー起きろ。ちなみにルームツアーをやりたかったんですけど、もうめちゃくちゃに広がってます。ちょっとこじんまりした感じで、ベッド一応2つあるんですけど、荷物が今回は多かったのでだいぶごちゃっとしてます。そして寿太郎くん全然起きる気ないな。タンタンフルフルタンタンタン。ヤシの木が綺麗です。1日目は寝て過ごしてしまいました。このプールにある
山がビッグサンダーマウンテンみたい。さて今日のレストランはここアマアマです。はい、あのほらレストランに到着してもすっかり寝ているジュタロウくんです。ジュタロウくんはほとんど食べれませんでしたが、とっても美味しい食事でした。僕は起きてましたよ。サラダ、パン、スープ、ブルシケッタ、スープについてたおせんべいみたいなやつ、ムニエル、リゾット、そしてステーキ、デザートはバースデーケーキ。ん？バースデー？そうなんです、すいません、実は誕生日私なんです。何歳になったかは聞かないでください。うん、おいしい、ハワイで誕生日なんて幸せ。はい、今ね、近くの ABC ストアに行こうと思って歩いてるんですけど、歩いてる途中で遊び始めちゃいました。芝生が気持ちいいんだね。気持ちいい？もう ABC ストア行こうよ、ママの大好きな ABC ストア行こうよ。行こう行こう行こう、閉まっちゃうよ。お買い物の様子は動画の一番最後に。さあ明日はいよいよトミカ探しです。でもジュタロウくんの今日の様子なら見つからないと思います。あー見つからないといいな。おはようございます、2日目です。今日はやっとプールに入りたいと思います。今日のジュタロウくん見てください。不機嫌そうなジュタロウくんを。時差ボケですか、眠いですか。そうなんです、ジュタロウくん時差ボケのせいで眠いみたいで機嫌が悪いです。これなら今日も私のトミカはきっと見つからないと思います。ジョウタロウくんも時差ボケです。あんまり激しく遊ばないでゆっくりしてたらいいよっていうこと。しかしこの後強力な助っ人が現れるなんて。待って、俺は時差ボケだけど今日は友達と約束してるから。友達？紹介します。トアちゃん、ちょっと待って、ご紹介します。ジュタロウくんのお友達トアちゃん4年生です。うーん、トアちゃんがいたらトミカがすぐ見つかっちゃいそう。でもハワイでお友達と一緒に遊べるなんて最高だね。今日は一日よろしくお願いします。それでは行きましょう。レッツゴー。まずは腹ごしらえ、プールサイドにあるウルカフェにやってきました。あ、かわいい。このタンブラーを買うと滞在中ドリンクがずっとタダになるそうです。見て、ミッキーのクッキーがあります。ミッキーマシュマロ、すごいね、やっぱここはディズニーなんだなって。ミッキースパムもミッキーになってるよ、かわいい。ジュタロウくん、かわいいね。どれにしようかな。たくさんあって迷っちゃいますが、ピザを注文しました。じゃあピザです。見つけた！ありました！どうも、ハンバーガーカートミカです。アメリカのピザができるところをじっくり見てきました。いやー、いいチーズ使ってるんですよ。やめ。ああ、一つ目のトミカが見つかってしまいました。ところでこちら、珍しいものを見つけました。なんとザルそばにピーナッツクリームがかかっているんです。うん、あんまり美味しくなさそうです。でも意外と合うけど、ザルそばだと思って食べると裏切られる感じ。さてお腹もいっぱいになってプールに入ろうと思ったんですが、ジュタロウくんついにダウン、寝てしまいました。ジュタロウくんがちょっとダウンしたので、ここからはトアちゃんとジョウタロウくんと一緒に探したいと思います。ママ、トアちゃん、フラダンスの人たちがあそこにいます。あ、本当だ。フラダンスっていうのはハワイの伝統的な踊りのこと。ハワイ語でフラは踊るという意味だそうです。アウラニではこんな風にプールのすぐ横で踊ってくれるよ。ショーに出る皆さんと写真を撮ってもらうことになりました。 Come on, Jotaro. Is this your Tomika? ひー、お姉さん英語なんて言ったの。英語苦手なんです。ママ大丈夫でちゅ。そんな時はもう一回言ってもらうんでちゅ。 Please say it again.
Common Jotaro. Is this your Tomika? あ、聞き取れた。トミカだ。ほら、お姉さんがトミカを持っててくれたの。お姉さんが。そしてもう一つ。Thank you. どうも、ライトニングマックイーンと。トーマスです。ハワイに着いたらいきなり綺麗なお姉さん見つけたから見とれてたんだ。もう二人ともすぐに見つかっちゃったじゃない。え、ジョタロ君のママ何か言った？あ、こっちの独り言です。なんとトワちゃん、お姉さんがライトニングマックイーンとフォーマスを持ってました。よかったね。早速もう三つも見つかってしまいました。トワちゃん、じゃあ今度は流れるプール行ってみましょうか。レッツゴー。その時でした。あ、あの人はブルーノート。ノーノー。わわ、失礼しました。いつも間違えちゃうグーフィーですよね。ごめんなさい。それも違うよ。僕はグーフィーの息子のマックス。覚えてよね、アロハ。わあ、すいません。実は初めて知りました。マックスさん、よろしくね。とってもいい人、いや、いい犬さんでした。ということで、ジュタロウくん復活、すっかり元気になりました。それでは行ってみましょう、流れるプール。おっと、早速二人が見つけたのはモアナだ。いやー、モアナがいましたね。あ、待って待って。ジュタロウくん、何を持ってるの？サメ？サメとかちょっと怖いじゃん、どうしたの？え、見つけたの？二人で？いやー、ハワイだからいそうだけどさ。あれ、なんかさ、待って、サイレンの音が聞こえる。水の中からサイレンの音が聞こえたよ。サイレンの音がする車ってなんだろう。水の中から戻ってみて。あ、トワちゃんの指の先。どうしたじゃないでしょう。プールにサメが出たって言うから捕まえに来たんですよ。ほら、待てー。サメがいるからって言ってパトロールに来たらしいよ。よし、じゃあ2人とも他のトミカも探しましょう。イエーイ、流れていってください。さあ、こちらジョータロー目線です。気持ちいいですか？気持ちいいね。気持ちいいね。ディンディンディン、ピカブー。やったー、みんな見たよね。今、ほら、ここに救急車があるのに、ジュタロウくんもトワちゃんも気づかなかった。ママ、どうしたんでしゅか？ジョータロウくん、なんでもないよ。危ない危ない。ジョータロウくんに気がつかれるところだった。浮き輪を手に入れました。だけど、ちょうどここに滝がありますよ。滝がありますよ。滝に打たれて遊んでいた二人でしたが、ジュタロウくんのこのキヤーっていう声、この声をあの車が聞いていたんです。滝すごかった。すごかったね。え、なんか今落ちてきた。救急車？声が聞こえたから飛んできた。もう、パトカーも救急車も働く車は働きすぎです。続いてジュタロウくんとトワちゃんはウォータースライダーに行きました。この浮き輪に乗って降りてくるらしいよ。ドバ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 ド
カは見つからなかったって。やった。そして今度こそあそこにいるのは、ちょっと遠いけど、だからミニ違いまちゅって怒られまちゅよ。あ、フルートン、フルートン、フルートン、すごい、ごめんなさいだね。すいません、ごめんなさい。やっちゃったね。フルートだって。さっきまでグーフィーだと思ってたね。あ、プルート、プルートなんかやってくれてる。さて、ここまで流れるプールを探してきたジュタロウくんとトワちゃんとジョータロウくんです。今まで見つかったトミカはこちら。ハンバーガーショップ、ライトニングマックイン、トーマスパトカー、救急車。そしてまだ見つかってないトミカはこんな感じ。あー、もう何が流れていったか忘れちゃった。みんな一緒に探してね。プールから上がっておやつの時間です。二人はチキンとポテトを頼んだよ。うん、美味しそう。すると、ララ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 ラ、ポテトだけに出てきた。あー、ポテトカーも一緒に入ってた。このチキンとてもおいしいだちゅ。ごちそうさまでした。おみよ、どうしたの急に。ゴミ箱あると思うから、じゃあ2人でゴミ捨て行ってください。行ってきます。行ってらっしゃい。ゴミ箱の上にゴミ収集車発見。残るはあと3つ。ゴミ収集車。何？全然嬉しそうじゃないじゃん。いやいや、そんなことないよ。はあ、そんなことあるに決まってんじゃん。もうこれ以上見つかりませんように。アスレチックすごいね。行ってみましょうか。行ってる。さあ、こちらはプールの中にあるアスレチックです。すごいね、いろんなところから水が噴き出しているよ。すごいね、ここね、アドベンチャーですね。足元こんな感じ。ピンちゃん、すごいね。ピンちゃん、わー、お、水が、わー、いやすごいけど、でももうここにはないかな。ん、なんだあれ、どうした、黒い卵？ジュタロウくんが卵を見つけました。よーし、早速割ってみよう。わー、って、ジュタロウくん？あ、すごい。わー、ウォータースライダー見つけた。卵は滑ってから割りましょう。休憩してたトワちゃんと一緒に卵を割ってみるよ。恐竜の卵と一緒にジュラシックワールドのトミカも入ってた。どうも、僕はユニバーサルスタジオ限定のジュラシックパークトミカです。ねえ、ジュラシックパークの撮影はハワイで行われてたって知ってましたか？なんだか故郷に帰ってきた感じ。おっと、ティラノサウルスを捕まえなくちゃ。ハワイで恐竜恐竜の卵の中に閉じ込められてたじゃないですか。ガオー。あれ、ジョータロウくん何か持ってる？ジョータロウくんがハルクを見つけたんだよ。そうなんです、手足がビヨビヨに伸びるハルクを見つけました。ハルクに残りの富が聞いてみ、ハルクに聞いてみるね。知ってまちゅか？どこにあるかは知らないけど、ハワイに来て海を見てないっていうのは間違ってるんだよ。うおー、そうでした、まだ海を見てない。海を見に行きましょう。と向かった途中で見つけたのは、ここはですね、インフィニティプールといって、海とつながってるように見えるっていうことをインフィニティプールというらしいです。ほんと、向こうの海と境が分かりません。素敵なプール。
ここのプールにも入りたいところですが、とりあえず日も暮れそうなので海に行きましょう。いやー、やっぱり綺麗だなハワイの海は。とわちゃん、ジョータロウくん、砂の感じはどうですか？暑いよね。暑い。暑い、暑いって聞こえました。大丈夫ですよ、今助けに行きますからね。現場はどこですか？あ、それは、とわちゃん、何の車？消防車か。しまった、暑いっていう声に反応してきちゃったのかもしれないね。ジョータロウくん、火事じゃないですよ。火事、消防車も見つかっちゃった。あれ、ジョータロウくんいないね。ジョータロウくんはどこだろう。あれ、あそこにいるのは。ジョータロウくん、何をしてんの。なんだかジュタロウくん、優雅に海の上に浮いてると思ったら、この人に誘われたんだって。ようこそハワイへ。どうも、ドナルド・トランプです。あ、あなたは。ジュタロウくん、ハワイを楽しんでね。僕は選挙があるからそろそろ帰るよ。ああ、ほら、ちょうどヘリコプターが来た。ヘリコプター。おい、ジョータロウ、トミカがママに流されたって言ってるぞ。ママ、どうしてそんなことしたんでちゅか。ひー、ジョータロウくんにバレた。すいません。実は、あそこにある教会は、結婚式をした思い出の場所なんです。そこに、ジョータロウくんとジョータロウくんを連れてきたかったの。見てください、私の若かりし頃。ここは思い出の場所だったんでちゅね。しょうがない、許してあげまちょう。ありがとう、本当にすいませんでした。それにしてもママ太りましたね。ひえー、それは言わないで。ところで、やっぱり今すぐ帰らなくちゃダメですか？ジュタロウくん、トワちゃん、ジョータロウくん、トミカもありがとう。それではお言葉に甘えて。ということで、もう少しハワイを楽しんじゃいたいと思います。早速ハワイの海の中お見せします。さすがハワイ、海の中にいたのは。こんなにお魚がいっぱいいます。こちらジュタロウくんは、もちろんサメはいませんが、サメに食べられそうになってる人の演技だそうです。お、飲み込まれた、やられてんだ。この日の夕飯はトワちゃんたちと一緒に食べたよ。ジュタロウくん、今回の旅では英語をなるべく話してみようと頑張っているところです。そして食後に、誕生日なので誕生日のケーキを出してくれました。ありがとうみんな。いやー、連日私ばっかりすいません。ほんと幸せなハワイの旅でした。トワちゃんファミリー、たくさん一緒に遊んでくれてどうもありがとう。こちらはアウラニショップです。限定グッズがいっぱい、かわいいものがいっぱいです。見て、なんかハワイ仕様になってる。ハワイの葉っぱとハワイのお花でできたミッキーの耳カチューシャ、かわいい。これもいいね、アウラニって書いてある。マグカップもかわいい。だけど持って帰るときに割れたら嫌なんですよね。あ、このキャップもなんか麦わらキャップ、いいね、アウラニだって。浮き輪になってます。
流れるプールで使われていた浮き輪が耳のモチーフに。それからハワイなのでリロ&スティッチとモアナのグッズがたくさんありました。ジュタロウくんにはこの T シャツを買ったよ。いいよ。ビーフジャーキーはまだ早いでしょう。こちら ABC ストアです。 ABC ストアもおもちゃや食べ物たくさんあって迷っちゃいますよね。こちらで見つけたのは良さそう。ジュラシックワールドのおもちゃだそうです。途中プールの中のアスレチックで見つけた恐竜の卵。もうこれ買うんでしょ、ハワイシャーク。こちらはパトカーを呼び寄せてしまったサメのおもちゃ。続いては3日目の夕食。こちらハワイの牛角です。牛角に来てます。美味しいですか？美味しいね。パンとかも全然美味しいね。これね、やっぱりお米食べたくなるよね。和風なものがもう食べたくなっちゃって、ジュタロウくんの必殺パンをタレにつけて食べる。パンは塩かレモンでしょ。食事の後は大型スーパーターゲットにやってきました。お水を買ったらいいかななんて軽い気持ちで入ったターゲットだったんですが、ここでジュタロウくんはたくさんの掘り出し物を見つけることになります。それでは早速ジュタロウくんが買ったものをご紹介します。なんか見つけた？わ、また最近これハマってんだよ。一つ目、プリングルスのチーズ味。これねうまいんだよ。じゃあそれ買おうか。ジュタロウくん最近マリオ覚えたね。ペンシルケースだって。アメリカの子はこんなに筆箱大きいの？2つ目、マリオのペンケース。ジョータロウくんがこれ離さないので、このマリオのケースを買おうと思います。うわー、なんかおもちゃ見つけたな。ノーフィッシュ、ノーフィッシュ、フィッシュ、ノーフィッシュ。そうなんです、ジョータロウくんがおもちゃ売り場を見つけてしまいました。そして一瞬の間でもうおもちゃをたくさん持ってます。3つ目、スパイダーマンのお面。4つ目、ジョーカーのフィギュア。最終的にこんなにいっぱい、もう数えきれなくなってしまいました。さて部屋に帰ってきました。俺が本物のスパイダーだ。いや、すごい、スパイダーだ。俺が本物のスパイダーマンだ。そしておすごい。ということで、好きなおもちゃに囲まれてとっても上機嫌なジュタロウくんでした。ジュタロウくん、ママは洗濯物を干してくるからおもちゃで遊んでてね。はーい、わかりました。これいらないでちゅ。僕、おもちゃたくさんあるけどおもちゃ飽きちゃったでちゅ。これもいらないでちゅ。これもいらないでちゅ。全部ポイポイするでちゅ。これもいらない、これもいらないポイ。もっと違うおもちゃが欲しいでちゅ。ママ、ジョー君が全部おもちゃ落とした。ほんとだ、ジョータロ君全部落としてるじゃん。僕、違うのがいいでちゅ。車のおもちゃとかないんでちゅか。ジュタロウくん、どうしようか。なら私に任せろ。私に何を任せるんだろう。なんかいい方法ないかね、ジュタロウくん。あ、そうだ。どうした？トミカフク。そうだ、ジュタロウくん。今日はトミカフクをやってるらしいよ。トミカフクに行って、ジュタロウくんに車のおもちゃを買ってあげましょう。レッチューガー。かっこいい車のおもちゃを買うぞ。眉間に輝ってるの。トミカ、トミカ、プラレール。ありがとうございます。ということで、トミカホークに寄ってきましたでございます。入場シールをもらったでギョざいます。ジュタロウくんは最近さかなクンの映画を見たので、喋り方がさかなクンみたいになってます。
早速トミカをもらったよ。なんかついてるよ。何をもらったんだろう。もっと違うのも見てみたいでちゅ。ジュタロウくん、トミカトワだって。50年以上前から人気、7億台以上も販売されてるんだって。みんなはいくつトミカを持ってる？すごいね、トミカの街だね。電車が結構多い。あ、電車はプラレールかな。トミカタウン、プラレールもあるよ。ジュタロウくんはどのトミカが好き？かっこよすぎる。かっこいいね。ジョータロウくんはどうですか？いいでちゅね。トミカもプラレールもかっこいいでちゅ。ほんと迷っちゃうよね。いろんな働く車もありますよ。クレーン車なんてどうですか？面白いの見つけました。ハンバーガーで。ハンバーガータイムあるね。あとポテトタイム。全部ハンバーガーとポテトトラック、かわいいね。トミカの箱が大きくなっちゃった。ボールを入れて遊べるよ。お、こちらは高級感があるね。プレミアムトミカだって。俺の数値番号は22飛行機じゃん。22俺の出席番号。リアルなこと言ってますね。22番はブルーインパルスだって。どう、ジョータロウくん、気に入ったものはありましたか？うん、なかなかいいでちゅ。ジョータロウくんにいいやつ見つけたよ。初めてトミカだって。ちょっと大きいね。これいいじゃん、ジョータロウくん、赤ちゃん用トミカだって。これにしようよ。いいでちゅね。でももうちょっと他のも見たいでちゅ。確かに僕は赤ちゃんでちゅけどね。ジョータロウくん、なかなか欲しいトミカが決まらないね。こちらはトミカの組み立て工場だって。自分だけのトミカが作れるんだって。そういうのがいいってこと？行列なんだよね。ん？ママ、これがいいでちゅ。これに決めました。これはドリームトミカ？ジョータロウくん、これもう売り切れだよ。僕これが欲しいでちゅ。パパが職に並んでるじゃないですか。絶対これが欲しいでちゅ。パパ？うわー、ラッキーと思ったけど、レジまで1時間待ち。なんとかドリームトミカをパパがゲットしてくれたよ。よかったね、ジョータロウくん。ということで、ゲットしました。イエーイ。じゃじゃん、ドキンちゃんのおうち、パパのドリームトミカです。ジョータロウくんの初めての車のおもちゃで遊んでみようか。うん、ミニ、何やってるでちゅか。ジョータロウくん、何でもお口に入れたらダメだよ。それに帰ってきてまだ手を洗ってないじゃん。手を洗おう。トミカも洗えばいいんだ。そうだそうだ、トミカも水で洗おう。じゃあ俺手洗うわ。うん、そうだね、手洗おう。右手もミキー、ほら、もうにっこりだ。あ、すごーい。ミッキーハンドソープ。ミニーちゃんでこっちがミッキー。そういうこともあるんだ。トミカもお願いします。またミッキーだ。またミッキーで、ドキンちゃんが、あ、ミッキー、ミッキーアンママの、ジョータロウくん、ジュタロウくんがちゃんと洗ってくれてるからね。綺麗になったかな。ピカピカ、綺麗でピカピカ。これで OK だね。うん。
沖縄に行ってくるよ。沖縄？丈太郎くん、どうしてこんな格好してんの？ママ、これサングラスは？お、ほんとだ。サングラスをしてる。なんだかバカンスに来たみたいだね。ということで、トミカが言ってたみたいに、ここはどうやら沖縄みたい。素敵な場所。きっとここに丈太郎くんのトミカもあるはず。よし、探しに行くぞ。Let's go! あ、丈太郎くん、早速スライダーを見に行ってくれるの？よし、じゃあプールの中を見に行ってきてね。アンパンマンのトミカだからね。どうですか？気持ちいい。気持ちいいね。すごくぬるくてあったかくて。しかしトミカないな、よし、もっと泳いで探していこう。よし、カパンミノ。メンメン、僕もプールに入ってみたいでちゅ。入ってトミカを探しに行こうか。レッツゴー。ドキドキするでちゅ。お風呂以外のこんなに大きな水は初めてでちゅ。丈太郎くん、丈太郎くんが初めてプールに入るから応援してあげて。よかったね、丈太郎くん。さあ、早速トミカを探しに行こう。丈太郎くんは何度も潜ってプールの中を探しているんだけど、トミカはなかなか見つからない。すると丈太郎くんがいいことを思いついたの。大丈夫。さあ、丈太郎くんへんてこな格好になってますけど、丈太郎くんのかぶっていたお魚帽子を見つけた丈太郎くん、これで見つかるのかな。おい、丈太郎くん、丈太郎くん、丈太郎くん、おい、丈太郎くん、ということでパトカーを見つけました。やっぱり流れてきてたんだ。やったね。パトカーはここでパトロールをしていたようです。丈太郎くん、パトカーあったよ。あれ、丈太郎くん、なんだかつまらなそうにしてるね。どうしたの？実は僕も潜ってみたいでちゅ。え、丈太郎くん、水の中に入ってみたい？すごい。やってみる？さあ、生まれて初めて水の中に入ってみましょう。
はい、僕もお水の中を自分で探すでちゅ。それではみんなで水の中を探しましょう。そうだね。でも丈太郎くんよく頑張りました。ここからは寿太郎くんに探してもらいましょう。よし、室内プールを探してみよう。おー、室内にもプールがあるのか。行ってみよう行ってみよう。室内プールにやってきたよ。ここにあるといいね。沖縄の名物って美味しそうなものがいっぱい。さあ、いただきます。今からお手を合わせましょう。いただきます。今ポテトそこでポテトなんかいっていう。ソーキそばからでしょ、沖縄来てんだから。美味しそう。牛ほんま。後ろにシーサーもいるよ。おじさん沖縄だけにいいから、ソーキそばを食べた感想を言いなさいっていう。ポテトは分かったから。それでは私がお先にいただきます。昼食で出た。うーん、ミヤミ、おいしい。おいしそう。おいしそうでしょ。もいっぱいになったし、今度は海でトミカを探すよ。もちろん海も初めての丈太郎くん、どうですか？たぶん、お砂が気持ちいいでしょう。沖縄の海は今どこに行ったんだろう。あ、あそこに寿太郎くんがいました。海の中を探しているみたいなので、私は砂浜を探しましょう。ん？あそこで光っているものがある。なんだろう。近くに行ってみましょう。あれ、光が消えちゃった。どこに行ったんだろう。見つけた。これだ。なんだろう。砂がついててよくわからない。トミカではなさそう。これは一体何だろうね。よし、水で洗い流してみよう。わ、どんどん綺麗にな
なっていく。もしかしてこれは金のステゴザウルスだ。かっこいい。だから光ってたんだね。ジュタロウくんのママありがとう。砂浜でお昼寝してたら砂まみれになっちゃったんだよ。どういたしまして。ところでジョータロウくんのトミカを探してるんだけど知らないですか？それならオウムに聞いたらいいよ。ありがとう。オウムですね。行ってみます。ママ僕起きたでちゅ。僕のトミカはあったでちゅか？それがまだ見つかってないんだけど、オウムさんに聞いたらわかるって。ねえ、なんか鳥の声しない？あそこに鳥さんがいますちゅ。聞きに行くでちゅ。ほんとだ。すいません。オウムを探してるんですけど、あなたたちは違いますよね？違うよ。オウムならあそこにいるよ。僕たちはインコ。ほんとだ。見つけた。オウムさんは今忙しいと思うよ。わ、あなたは笑い顔セミさん。ありがとうございます。さすが笑い声が面白いですね。でも忙しいってなんだろう。すいません、オウムさん。ママ、オウムさん忙しそうでちゅ。ほんとだ。沖縄は暑いから水浴びしてるのかな。オウムさん、お忙しいところすいません。ジョータロウくんのトミカを探してるんですけど。あー、今何よ。今シャワー浴びてんのよ。他のオウムに聞いてきて。ママ、そういえば外にもオウムさんがいたでちゅ。そうだね。じゃあジュタロウくんと一緒に外のオウムさんに聞きに行こう。そしてちょうだい。あー気持ちいい。このオウムさんに聞いてみるでちゅ。そうだね、ジュタロウくんお願いします。成立してる。もうジョタロウくんたらふざけてばかりだね。オウムさん、ジョタロウくんのトミカを知りませんか？水の中にいたのを見たよ。カメか魚に聞いたらすぐそこにいるよ。ありがとう。よっ、入ろう。ジョタロウくん、今度は魚さんに聞きに行ってくれたよと思ったら、コロリ、転んじゃった。実はここ、苔が生えていて少し滑るんだよね。ジュタロウくんはサンダルのまま入ってしまったから、何回も転んじゃったよ。ちょっと危なかったね。これからは気をつけましょう。ひとまずここは上がりましょう。お魚さんは諦めて、カメさんのところに聞きに行くことにしたよ。あ、そこにカメがいたかもしんない。あ、じゃあカメに聞きに行く。知らないでちゅか？ここにはないな。そうだ、エイがいっぱいいるよ。餌をあげたら教えてくれるかも。行ってみたら？ありがとう、行ってみます。ただー、わー、たくさんのお魚。これはエイの餌ですね。ということでエイの餌やりをやりますよ。たくさんいますね。エイさん、お腹いっぱいになりましたか？ジョータロウくんのトミカ知りませんか？ごちそうさまでした。それならイルカが持ってるのを見たよ。イルカのところに行ってみたら？ありがとう、行ってみる。イルカだ。太郎くん、イルカさんを見つけたね。元気なイルカさんの名前はタオくんって言うんだって。タオくん、ジョータロウくんのトミカ知ってるかな？
くん、こんにちは。こんにちは、ようこそ沖縄へ。あのね、ジョー太郎くんのトミカを探しているんだけど、タオくん知りませんか？知ってる知ってる。え、本当に？どこにあるの？ちょっと待っててね、今取ってくるよ。ジョー太郎くん、やったね。タオくん、ありがとう。どういたしまして。その前にちょっとご飯を食べるよ。うん、おいしい。それでは、ジョー太郎くんのトミカを取っていきまーす。どこだったかな。あ、ちょうどよかった。みんな、ジョー太郎くんのトミカを知らない？いやあ、タオくん、そこにあるよ。タオくんの後ろにあるじゃない。光ってるよ。あ、ほんとだ。ありがとう。見つけた。ジュタロウくん、ジョウタロウくん、見つけたよ。それからもう一つのトミカはイルカのポストに入れてあるから、誰のものかわからなかったから郵便屋さんにお願いしようと思ってたの。それは後で取りに行ってね。それでは返すよ。その時、ジュタロウくんが見つけました。あ、おじいちゃんの車。あれ、タロウくんが持ってたよ。やったね。よかった。イエーイ。あー、かわいかったね。ポストって言ってたね。今度はイルカのポストを探そう。タオくん、ありがとう。タオくん、イルカのポストって言ってたね、タオくんが。ここ探してみようよ。さあ、残るはあと一つ、アンパンマンのトミカだけ。ここからはみんなも一緒に探してください。イルカのポストだよ。ジョー太郎くんはもちろん見つけてるよね。イルカのポストはすぐここにあるよね。ここにあったよ。ということはジョー太郎くんのアンパンマンのミニカーは、
やー、無事にトミカが見つかってよかった。そしてトミカのおかげで沖縄に来れてとっても楽しんじゃいました。ほら、チュ太郎くんもこんな感じ。長い動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。沖縄の様子はインスタグラムでも見られるよ。ぜひ見に来てね。コメントもお待ちしてます。